創実肺、8細胞期1創実肺、2方肺1方肺、2減腸形成、オレンジマイナス外肺用、赤マイナス内肺用発生学は、肺の発生を研究する学問である。肺とは、動物では誕生や孵化の前、植物では発芽の段階にあるすべての組織と定義できる。発生学では主に、受精卵の発生と、組織や器官への分化を扱っている。 分割が起こると、双日肺から端に極のある肺肺となる。左右相称動物では、肺肺の発達の仕方には大きく二通りあり、これによって動物界が二分されている。肺肺の最初にできた極が口になるのが、急行動物であり、肛門になるのが、進行動物である。休耕動物には、昆虫などの多くの無脊椎動物が含まれ、進行動物には、 脊椎動物などの進化した動物の多くが含まれる。また、この過程を幻聴形成という。幻聴形成が起こるとすぐに、細胞は3つの層に分かれ、すべての器官や組織はここから作られる。人では、肺という言葉は、受精卵が子宮に着床した時から、妊娠後8週目頃までを指し、妊娠8週目を過ぎると胎児と呼ばれるようになる。多くの種で、 初期の肺はよく似ている。これは多くの種が同じ進化の歴史を経てきているからであると説明される。これは相動性と呼ばれる。6週目の人の胎児10日目のネズミの肺カブトムシの幼虫18世紀まで人の発生には卵子や精子の中にあらかじめ小さな胎児が含まれているという前世説が信じられていた。これと反対の説が後性説で アリストテレスによって2000年も前に考えられていた。構成説では、卵から徐々に動物の形成が始まるとされる。19世紀に顕微鏡が改良されると、生物学者は進化の段階に沿って、肺を観察することができるようになり、構成説が支持されるようになった。近代の発生学の草分けには、ギャビン・デビーア、チャールズ・ダーウィン、エルンスト・ヘッケル、JBS ・ホールデン、 ジョゼフ・ニーダムラがいる。また、アリストテレスから続く近代以前の発生学者には、レオナルド・ダ・ヴィンチ、マルチェロ・マルピーギ、ゼロラモ、カルダーノ、ラザロス・スパランツァーニらがいる。他には、ウィリアム・ハーベイ、クリスティアン・パンダー、アウグスト・バイスマンらが、発生学に重要な貢献をした。1950年代以降は、デオ・キシリボ核酸の構造が明らかになり、 分子生物学、発生生物学に関する知見が蓄積し、肺から徐々に形態が変わってくるそれぞれの段階で、どの遺伝子がどのように制御されながら働いているのかを明らかにする取り組みができるようになった。発生についての多くの原則は、脊椎動物と同様に、無脊椎動物にも当てはまる。そのため、無脊椎動物の肺の研究が、 脊椎動物の肺の研究を進化させてきた。しかし、多くの相違点も見つかっている。例えば、無脊椎動物の多くの種は、発達が完了する前に、親とは違う、形の幼虫の時代を経る。無脊椎動物の発生学は、他の無脊椎動物の種と似ている点が多いが、違いもたくさんある。例えば、クモは卵から直接成虫になるが、 多くの昆虫は少なくとも一つの幼虫の段階を経る。現在では発生学は発生の過程での遺伝学的制御、細胞シグナル、ある種の病気や突然変異、幹細胞との関係等で重要な研究テーマとなっている。ありがとうございます。